ふ家は、中国、東大の禅僧であり、臨在義言の語録である、臨在録の中で、臨在が、しての立場であるとするなら、脇の役どころを演じているが、その行動が異様なものが多く、風郷像や死に遺像の部類に属する。場所同一の法を継いだ、万山放射の弟子と伝えられるが、臨在録に登場する以前の経歴は明らかではない。ただ、死の入滅前の、 門で死たちに対する、私の本当の姿を描けるかという問いに対して、フケの実が、ただ、トンボ返りを打ったことで、死に喜ばれ、風景を演じ上げて、世間を騒がせようと称賛されたと伝えられている。また、その名も、通称であり、本名は愚か、受戒の聡明も明らかではない。フケとは、進出鬼没のフケが、突然に街頭に現れ、 道行く人の耳元で鈴を振りこじきした、つまり、甘めくかを求めたことからついた俗称である。この場合の、かは、ほどこし、伏せの意味である。また、その寝泊まりする場所は、墓地であったという。火が昇ると、市場に現れたという。そして、鈴を振りながら叫ぶ、明るいのが来れば撃つ、暗いのが来れば撃つと。それを聞いた臨在が消防図を使って、探りを入れる。 全くどこからも来なければ、どうするんだと。フケの答えは、明日は、大秘院でお時があるよという意外なものであった。翌日、フケが臨在院を訪れる。臨在は歓待する。フケの食べ方が、おかずだけを平らげるという異様なものだったので、臨在が、まるでロバだと批評する。フケは、命と泣く。臨在は絶句。すかさずフケが、 小僧には、片目しかないねと言って去っていく。というのが、臨在録中の、臨在とフケの有名な逸話である。両年退後したはずの臨在の上を行く存在として、フケは重要な役割を演じている。その最後も、風景像にふさわしい話となっている。ある日、フケが、方位をくれと叫んで、街中を歩き回る。それに対して、臨在が漢を家を失えさせ、 それをフケに渡す。フケは喜び、臨在が私に包囲をくれた。私は東門で入滅しようという。群衆が東門に向かうと、今日はやめた、明日、難門で入滅するという。ということが続き、フケはなかなか入弱しない。四日目になって、誰も来なくなった。すると、フケは一人で場外に出て、棺の中に入り、道行く人に、 釘で蓋をしてもらった。すぐに城内にそのことが伝わり、群衆が押しかけ、棺を開いてみると、中は空っぽであった。そして、ただ、空中に、吹けの、あの鈴の音が響くのみであった、というものである。これは、道教の屍かに類したもので、仏像でも、構想の最後としては、だるまにも見られるように、決して珍しいものではない。ありがとうございます。